皆さんこんにちは、アンナです。ファイナルファンタジー15、ついに11月の29日本日に無事発売されましたね。おめでとうございます。で、早速私も気になっていたゲームなので、今回から初見実況プレイでゲームの攻略の方を進めていきたいと思います。難易度は2種類ありますけども、今回ノーマルでやっていきます。で、最初のチュートリアルは少しだけ先に操作に慣れておこうと思って進めてというか、試しにちょっとプレイしてみました。これは真の王が星を救う物語。体験版も一応プレイ済みなので、まあ最初の冒頭の部分は同じなんじゃないかなと思います。ノクティス・ルシス・チェラム、これ何年後かの姿なんですよね。そういえば最初誰かと思ってびっくりしたんですけども、仲間がおなじみの3人が戦ってくれてますね。笑いくと結構顔が見えるんですよね。体験版で見れるムービーと旅の工程と日取りは完全に同じかな。ノクティス王子の出発を認める。陛下かっこいいよね。ありがとうございます。陛下、旅の無事を祈る。下がってよい。はい。おっと、まあ王子なんだろうけどさ。予想はしていたが。ビシッとしろよ、ああいう時くらい。ノクティス王子、何？いろいろと言い忘れてな。大事な友人たちに迷惑をかけないように。そんなことわざわざ。知っての通り頼りない息子だが、どうかよろしく頼む。お任せください。必ず無事に王子オルティシエまでお連れします。僕もです。行くぞ。コルが車で待ってんだろ。ドラッド、よろしくな。くれぐれも未来の奥方へ失礼のないようにな。どうぞそちらもニフルハイム帝国様に失礼のないようにな。心配などいるものか。お互い様。いいか、途中で投げ出すことは許されない。投げ出すかよ。すぐに帰れないことだけは覚悟しておきなさい。んな簡単に帰らないし、ご安心を。気をつけていくんだぞ。ルシス王家の人間として、このレギスの息子として、常に胸を張れ。冒頭の時点ですでに結構うるっときましたね。一応ですね、映画のキングスグレイブも視聴した後にプレイしているので、ここから始まるよね。こ
こいつが外の厳しさか。仕方ないさ。さて、入れ墨と筋肉がすごすぎるよ、ブラリオ。俺も喉渇いて死にそう。おい、起きろ。俺、スカ、車って乗るもんだよね。乗るもんだろ。いいから準備、行くぞ。はい、せーの。体験版でも同じ始まり方でしたね。ちなみに体験版やってる時はムービーは飛ばしたんですよね、さっきの。だからちゃんと見たのはさっきが始め、あ、もうすでに敵がいますね、あれ。あのサイン。ないわ。ないよな。結構硬いんですよね、あれ。ノッキス王子、調子に乗りすぎたな。だ、しょうがないでしょ。なんとも幸せ。この曲いいね。ウラディオ頼む。なんだ。一人で押してくれ。我が言ってんじゃねえ。同じですね。でも俺ら手離しても変わないでしょ。プロンプトは離してねえだろうな。ウラディオの無駄に話していると疲れるぞ。エコに席変われ。さっき勝ったばっかりだろ。ノクト、次俺でしょ。だそうだ。お、ハンマーヘッド。ハンマーヘッドといえばあの美女シドニーがいる場所ですね。あ、来た。おい、待ってたよ。本当に可愛いな。どれが王子？お、はじめまして、王子。結婚おめでとう。いや、まだだから。この冷静なツッコミを。君軽なフレーナ様の結婚相手か。遅くなって申し訳ない。あっちでジージが待ちくたびれてるよ。あんたは？シドニー、シドソフィアの孫娘、ここの整備士。さっさと運ばせろ。親父は大事に使えって言わなかったのか。今度シドニーしか今見てないんですけど、繊細なんだぞ。いいキャラクターだなと思いますね。ノクティス王子か。お、もうジージか。親父の威厳はそっくり拭き取ったような顔だな。は、いろいろ控えた大事な旅なんだろう。もっとしまった顔できねえもんかね。これそういえばお父さんの愛車なんですよね。こいつはすぐにはできねえぞ。中に運んだら適当に遊んでな。現代の今のこの時代に売ってたとしたら、じゃあこの子中に入れようか。数億円でも買えないぐらいの車なんじゃないかなと思うんですけど。しばらくここに滞在か。そば、空飛びますしね。ま、のんびり行こうぜ。うん、体験版で見たのと同じですね、ほとんど。シドニー、王子、この辺りは初めてだよね。地図あげるから、いろいろ見ておいで。大陸の地図。マップを頼りにレストランを目指しましょう。あそこですよね。何回も結構体験版で見たんで、まあこの辺りは地図なくても大体わかるかなと思うんですけど。あれ、ギルって何？ここで情報収集というか。いらっしゃいませ。タッカさん。あ、周辺の場所が地図に記載されました。これね、情報を教えてくれるんですよね。まずは、うん、アイテムの回収は早めに行っておきたいですね。討伐、ハンターランク、はい。倒してきてくれるのか。これ体験版になかったですね、このクエストは。まあ、とりあえず、レベル2から受注しておきましょう。まあ、レベル上げと、ノクト、お金集めもしないといけないので。整備費用の支払いで、はい、もう金がない。そういえばそんなこと言ってましたね。まさかの一問なし。貧乏王子の生活費稼ぎ。そうなる。だがよ、整備代にしちゃ高すぎる。ここにアイテムがあるんで、これ拾っておきましょう。
カンナギ就任記念硬貨。なんであんなところに落ちてるんだろうね。不思議。あれ？まだ整備中だよ。どうしたの？これがハンマーヘッドにしか出てこないってもったいないな。整備代を負けてもらう。で、とりあえず整備代高いかなって。あ？なるほど、じいじだね。外の厳しさを教えるってこれか。君たちに野獣退治で稼がせろってさっきじいじが依頼を取ってきたの。じゃあバイト代ですから頑張ってみる。美しい。まさかのじいじの試練、やるしかないね。お前がじいじと言うな。でも夜行っちゃダメだよ。死骸が出て危ないから。死骸、じいじには内緒、うん、これ前金ね。それだけあれば泊まれるでしょ。美人で整備士でお金もくれる、優しい、完璧ですね。あの女性ハイスペックすぎる。と仲間にいたらすごくいいんだろうなって思うんだけど、無理なんですよね。体験でやりますかね。敵狙われてます。画面上部の警告表示に注意してください。の前にですね、ブロンズバングルをもらったので一応ノクトにつけておきます。やりますか。はい、オッケーオッケー。攻撃を、あ、バックアタック。武器召喚できんだろ。はい、うまいこと言ったな。あと1回お互いにな。サクセス、クリアしましたね。調子いいじゃねえか。当然。もうまだいるのかな。マップシフト、あれもういない。トロフィーが出るな。お、やった AP ゲット。能力使いすぎてくたばるんじゃねえぞ。あ、バーストしてる。はい、 MP が尽きるとある程度回復するまで回避、シフトなどの行動ができなくなります。最初は MB が、あ、何これ、これ何、じゃんじゃんバリバリ減っていくので。電柱は折れているのか。電柱一つや二つじゃなさそうだ。どうすりゃこうなるんだ。おお、これは初めて知りましたね。嵐か地震か。すぐそこのハマーヘッドは何ともなってねえけどな。でっかい怪物が通ったんだったりして。大事な相手がそんなんじゃねえといいな。ということなのか。以前の体験版であれを見たよね。あ、ベヒーモスだ。ベヒーモスの仕業とかそういうのかな。それとも何か他の天才的な。はい、バックアタック。これはもうチュートリアルで知ってるので、 AP 稼ぎのためにちょっとバックアタックやらで、あ、やってしまった。パリ、うまく合わせろよ。やったね。連携成功。しゃ、お、マップシフトしておこうかな。おっと、パリ、こんな時こそ。おお、グラディオ、うまいこと言ったな。お互いにな。バックアタックまた成功させたい。はいよ、強いな。AP もこの雑魚はなんかすごい AP 稼ぎに最適な気がする。なくなった。次の地点へ向かおう。 MP が、まあ、MP 回復してから一応行こうと思ったので回復はしておきました。あと一箇所だけだったかな。もうこのシーンは体験版とほとんど同じなのでリアクションも何も目新しいリアクションみたいなのはないんですけども、グラフィックに関しては本当にすごいなって感動しますね、これ。こいつらで最後だ。気抜くなよ。こいつらで最後だそうです。ちゃっちゃと倒していきましょう。お、槍を投げて攻撃するシフト、あ、剣か。シフトブレーカーは飛距離に応じて威力がアップします。さっき使ってからとどめ刺したからね。だいたいわかるんだよね。
シフトブレイク。お。バック、アタック。完璧だ。やったね。成功。よし、これで、あ、とどめ刺しきれないかな。アクサ、うまいことやるじゃねえか。滑った。あと何匹いるんだろう。ノクト、バック、アタック。AP が結構溜まっていっているのでこれは当然いい感じにレベル上げれそうですね。レベルというかスキルの解放かな。あ、遅かった。終わったかな。やったれ、あと一箇所。あれ、まだあと一箇所あるんだ。あれ、あ、ここで多分シドニーから。はい、シドニーだけど大事は順調。ああ、今終わった。よかった。クエストコンプリート。貧乏王子の生活稼ぎ。王子なのに貧乏王子っていうね。その辺の小屋にいるはずなんだよね。あそこだよね、この辺の小屋。ああ、わかった。あれか。見てみる。よし、小屋見に行きましょう。デイブってやつを探してくれって。デイブさん。行方不明なのか？え？すぐ近くの小屋にいるらしい。このあたりアイテム、なんだろう、こういう影になってる部分っていうかね。で結構落ちてることが多かったので、まあ、一応探したいな。まあないかな今は。今はもしかしたらないかもしれないですね。そういえば魚釣り要素とかは体験版では全然やってなかったので、あったのかどうかすらもわかんないんだけど。手紙？そういうのも早くやってみたいな。野獣目撃情報、デュアルホーン編集、ブラッドホーン、通称ブラッドホーン、特徴赤い牙、とても凶暴、尾行周辺の討伐にも依頼、討伐依頼あり。ノクト！あ、来たね。大丈夫？助かったぜ。気をつけろ、来るぞ。凍結。はーい。小屋にいる敵をすべて倒す。いい感じだ。クラッシュ。あ、暗すぎて見えないな。素早い敵に気のでかい体験はねえだろうですね。とどめ。よし、終わったな。ちょっと待って、死んでるのに立ってった。おい、あっちにも小屋が見えるぜ。あ、消えた。今のは、まあ、一時的なバグですね。いや、待ってくれ。あ、そっか、これは提案がある。提案がある。風車にシフトする。凍結というモンスターだな。はいはいはい。仲間が戦況に応じて作戦を提示します。成功すると AP を獲得できます。これなんか一気に AP3 とかもらえるから、ちゃんとやらないとね。はい、これもありましたね。それさ、相当だね。おお、に関わりだね。あ、パリパリ。お、武器を交換するっていう。これね、シフト、シフトブレイク、シフトできない。あれ、風車。あ、できるできる。これでまた大ダメージを与えるっていう。あ、早いな、バースト。思った以上に。あ、どうしよう、イグニス。ああ、あ、今またスキルを使ったことで、スキルっていうかトロフィーが出ましたね。無事だな。さあ、ここの小屋にいるんですよね。お、デイブさん。この BGM すごく好きだな。あんたのデイブか。探したぜ。おい、大丈夫か。
俺を探しに来たのか。ちょっと足をくじいてしまったね。ヒレズミがまたすごい人だな、これ。近くに様子のおかしい野獣がいるんだ。ほとんど倒したんだが、まだ一匹残ってる。一匹残ってる。ここで仕留めてしまいたい。君はハンターではなさそうだが、頼めるか。これ王子ですからね、ただで受ける。エーザ、俺たちに任せとけ。オンに切る。じゃあ、やつの居場所を詳しく教えよう。はい、マジックボトル。いい判断だ。さあ、気合い入れて臨もうぜ。いい判断だと言われましたね。これ有料で受けてたらまた違う何かが、セリフがあったのかな。尖った骨。この尖った骨って結構集まるから売るといいような気がしますが。ん？一旦休憩して体勢を整えよう。キャンプに立ち寄れとのことですが、まあいいかな、行かなくても。そうか、お前がそう言うならいいが。強制ではないみたいなので、そのまま行きますね、私は。この辺りにアイテムが落ちていそうな俺たちが再び車に乗れる日は本当に来るのか。ないね。不便だよな、やっぱり。昼寝もできねえし。昼寝、車の中で昼寝ですか。ここ通れるかな。通れましたね、普通に。あ、近くに結構アイテムがありますね。一応拾っておこうかな。あ、見逃してたみたいですね。おっ、ここにもある木の化石。これは何だろう。リードペッパー。これはイグニスの料理用のアイテムですね。とりあえず先にあの目的地の近くにもなんか落ちてるみたいなんで、一応あれのマークもしておきつつやります。歩きじゃ限界あるよな、ね、オート育ちだしね、俺たち。車が戻ってくるまでの辛抱だ。距離は地味にありますね。デュアルホーンか。いた。デイブの言う通り編集のようだな。放っておくわけにはいかなそうだ。編集、角がなんか変だよね。待て。なになに。やつはだいぶ気性が荒そうだ。そう、なんかぼんやりしてない。来るぞ。喋り方がなんか女子っぽいブロントって。おお、やった、すっげえ。さすが。まだだ。さあ、お、パリパリ。あ、仲間のコマンド。あ、これね。何使う。プロンプトで行きますか。ペネトレイト。当たれ。当たったのかな。バックアタックリンク。次はグラディオが使いたい。これかっこいいよね。結構気に入ってるんですよね。この敵にあんまりイグニスの敵って微妙かな。お、また。あ、グラディオのコマンド、テンペストを使うって出てますね、なんか。あー、時間が、ちょっと今使わなければ。テンペスト、エイ、ウィーク。これでかなり攻撃が通りやすく。シフトブレイク。よーし、赤い牙もらったね。あ、あそこに鉱石がある。ねえ、電話。多分シドニーでしょう。はい。見つけてくれてありがとう。レイブとも連絡取れたよ。よかった。お疲れ様。こっちの整備ももう終わったよ。工場まで戻っておいで。わかった。はぁ、シドニーを仲間にしたい。さて、次の運転役だが。ずっとイグニスでいいんじゃない。だな。
外じゃ燃料切れも命中だ。やっぱり女性キャラがいるっていうのは、俺同じことやる自信あるわ。私にとっては結構重要だな。俺も運転席は窮屈でな。目の保養というかね、別に変な意味ではないんですが。お、エピオルニスの卵。これもイグニスが料理してくれるのかな。じゃあちょっと車を引き取るって目的になってるので、ハンマーヘッドに戻ります。シドニー待ってるかな。レガリアもそろそろ整備が終わっ、ここでなんだ鳥が鳥なのか何なのか。やっぱでっか生き物。どう見ても生き物ですね。規模が違うな。あれもなんか戦えるようになるのかな。すごい戦ってみたいんですけども、まあ多分敵として出てくるんじゃないかなと思ってるけども、少なくとも体験版の方ではなかったのでね。ジャケット脱いだらどうだ確かにグラディオなんてもうなんかシャツ一枚羽織って前めちゃくちゃ開けてるもんね。イグニスはめちゃくちゃ暑そうなんだけど、この中でも一番。シドニー任せたね。ほら綺麗になったでしょ。クエスト完了。こりゃもう汚せねえなよし、じゃあレガリアと写真撮ろう。シドニーを撮影すればいいのに大事に乗るんだよ。あ、そうだ王子、大事に乗ります。ちょっと届け物を頼まれてくれる。引き受ける、断るわけないでしょう。ああ、ええけど。ありがとう。まあ、実はもう車に積んであるんだけどね。ガーリナへ行く途中にモーテルがあってさ、その荷物を店主に届けてほしいんだ。はい、車でレストストップに向かう。頼むよ。ちゃっかりしてんな。ノクト、せっかくの機会だ。整備もされているし、少し運転してみるか。運転ですか。いや、めんどくさいので、ちょっと。車の運転、やっぱ自信ないわ。運転操作はかなり苦手な方なのでね。俺が引き受けよう。ちょっとイグニス先輩に任せますね。オートドライブが使えるのは夕方までです。ということで、ここでもうやることないかな。ショップは一応見とこうかな。はい、この世界の通貨ギルは討伐依頼の報告やアイテムを売ることで稼げます。ブロードソード、また来いよ。特にないね。拾えるしね、アベンジャーっていう武器も。こっちはどうかな。ポーション、この言い方なんでこんなセリフの読み方にしたんだろうな。フィニックスの鬼、まあ、ポーションあるからいいかな。確認、ちょっと待って。面白いことでも乗って。これはそんなに別に面白いことではなかった。あ、ここにアイテムがある。わ、行こうか。あ、ようやく乗れた。ここにも効果があったな。効果落ちすぎじゃない？あ、金属のかけら。あ、これもう二十字になっちゃいましたね。これだと移動ができないんですよね、そういえば。まあ夜のこの場所を散策しつつ、アイテム回収とか適当にしていこうと思います。そろそろ寝る場所決めない？だな、準備すっか今日は野営だな。野営？普通に宿でいいと思うけどな。この音怖いね、ほんと。この下に行くと変な敵が出るんですよね。あ、あれが、あれは取れないな。上のアイテムだけ回収します。あれ多分40
何レベルなんですよね。だから倒せないんですよね。死んでしまうので、スルーの方向で、行きます。お、じゃ、敵。あ、いいな。これなんだ。付き合うぜ。ああ。俺も俺も。カニっていうかサソリですね。爆アタックになってない。よし。やったな。あ。この敵すごく AP 稼ぎに。最適な気がする。連携成功。とどめかな。あ、ダメだ。問題ない。あと一匹いますね。まあな。回り込み。終わりだ。倒された。無事にすん。夜間の旅は危険です。目的地が遠い場合は無理をせず宿泊地へ戻りましょうとのことです。確かに今レベルがまだ全然低いからね。変な敵が出てくるのでね。あ、 AP がすでに45も溜まってる。どうしよう。45、攻撃を受ける直前に四角を押すことで MP を消費せずに攻撃をガードできる。これ上げときましょうかね、一応。あとは、MP が少なくなる。これも上げたい。さらに少なくなる。まあ、チームはどうかな。リンクアナックのダメージがアップする。これを上げておこうかな。あとは、全員の HP がレベル2アップする。これは一応上げときますかね。まだ序盤なのでね。靴の中砂入ってるな。じゃあ取れよ。この会話謎すぎる必要かそれ。さっき受注した討伐依頼できるならば今やっておきたいね。アイテムが暗いと光って見えるからいいね。ここだ、凍鉄だ。あんまり強くないね。よし、戦ってこい。いや、俺だけ行くことない。視界が悪い。メガネ拭いとけ。それ。暗いか。あ、いつの間に。おい、グラディは助けてくれた。おい。どうしよう。イグニスで行こう。マーク。その調子だ、ドクト。あ。お。バックアタック。後ろ回りにくいな、なんだかんだで、このキャラクター。あ。とどめ。よし。まあ一旦戻りますか。帰った。あ、ジージ。調子は？元気。それだけか。ここ中は何もないのかな。整備施設かな。なんて呼べばいいのかわかんないけど。あ、ハイポーション。こんなとこにあるんだ。あ、ここにもある。フェニックスの王。へえ。ああ、探索重要ですね。あんなところにあったと初めて知りましたね。体験版では見てなかったんだけども。とりあえずクエストの報告をして、まあ今レベルが低くて、死骸かな？とても強い地面からウニョウニョ出てくる。敵がいるんですけど、それに遭遇したらちょっと危ないので、宿で泊まろうかなと思います。一応もう一つぐらい受注しといてもいいかな。討伐依頼。こいつらには迷惑してるんだ。
つむじ風をクリアしたので荒野の野獣退治よろしく頼む。これって同時に集中できないのかな。一つだけしか無理みたいですね。まあそれはそれでいいんですが、できればメインストーリーを優先的に進めていきたいので、まあ後回しでいいかな。あの依頼については、一応宿題をシドニーがくれたので、ここで泊まろうかな。今日はボーナスが入ります。 1.2 倍経験値。まあいいかな、宿泊します。ほんと疲れた。テンションの落差がすごいよね、プロンプトの。切実って感じだったもんね、今の言い方。モービルキャビン、あ、レベル5まで上がった。結構上がったな、意外と。あ、写真、写真、あ、可愛いな。やっぱりシドニーの写真は保存しとこう、うん、グラディオン、え、何これ可愛いこれも一応保存しとこう。うまく撮れてるな。笑ってるこの人笑うんだこの人笑うんですね。初めて笑顔見た気がする。めちゃくちゃいい笑顔じゃん、しかも保存しとこうかな、記念にこういうユーモアのあることもするんですね、意外と。もっとお堅い人かと思った。車は保存しときますか。グラディオ、意外と美人、美人じゃないですか、結構おお、よく撮れてるな。まあこれぐらいでいいでしょうね。おはよう。あ、おはよう。初めての旅、まあこれ進めますか。今日も気合い入れていくか。車でレストストップに向かう。途中でアイテム拾えるみたいなので、そこも止まっていこうかなと思います。そういえば曲が聞けるんでしたね。何の曲だろう、わかんないけど、歴代の FF の曲っぽいですよね、どれも。それだけじゃないのかな、もしかしてなんか激しいな、この曲体験版ではなんか過去の FF の曲を聴いたんだけど、変わってる？なんだこれ。EZW&BASS。 あ、近いな、意外と。もう着きますね、これ、モーテル。お、レスト、ストップ、ラ、あ、ゼーゼーズー店主と話す。名前が面白すぎる。意外って何、意外って。店主。うん、ありがとう。荷物を届けてくれたか。はい。後でうちのが運ぶから、車はそのままでいいよ。はい。あ、犬来た。アンブラ。アンブラ。届け物か。ご苦労様。よくここが分かったな。有能な伝達役だからな。有能すぎるぞ。ちょっと待ってな。かわいい。テネブラへ12年前、ルナフレーナ。花だ。この間冠を作ったお花です。うん、覚えてる。ジールの花。あの、うん、お帰りになる時この手帳もお持ちになってもらえませんか。うん。そしてよかったらノクティス様にも何か貼ってほしいのです。
思い出のノートってことかな。もうすぐテネブライは立ちます。久しぶりに会えるな。こっちがいいかな。気持ち的にね。クールな感じに振る舞ってるのに、このルナフレーナ様には結構心を開いてるというか。いいぞ、気をつけて帰れよ。優しい感じなのがなんかいいね。答えないだろうけどさ、一応。じゃあ聞くな。それって何してんの。だよね、荷物も届けたし。なんなんだ、交換日記かな。すごく見てるな、私のこと。クエスト、ちょっといいかい。おさっきの荷物にメルダシオ宛てのが紛れててさ。メルダシオ宛て、メルダシオ、ハンターの教会か。ああ、すっごいテカってるな。近くにそこの偉い人が来てるんだけど。テカってるわけではないか。探して届けてもらえない。ノクト、ついてたし。サブクエスト受注。うん、いいですよ別に。それについては。お、お尻やっぱりなんかテカってるね。肌がね。ここに何かありますね。意外といろんなところにアイテムあるね、よく見てみると。うわ、壁キック。実はこの辺りにもあるのでは。ほんと快晴だな、眩しすぎる。青い空、白い雲。この辺りにないかな。なんかありそうだよね。あ、あったあった、古い小銭、古い小銭ゲット。あ、ここにもある。またあった。結構あるものですね。探してみると。オートにお連れするの、ルナフレーナ様。聞き方がなんか、まあ、すぐじゃねえけど。のほほ、しかしノクトが結婚か。ほほって。あね、実際のとこどんな心境。別に。な、ごまかした。嬉しくないわけないよな。変わるか。またまた。プロンプトって結構面白いよね。ただなんかちょっとかなりめめしい感じがするんだけども。すごく、すごくなんだろうね。女性受けを狙ったようなキャラクターという印象ではある。拾う？あ、こんなところにも入り草。あ、デイブだ。デイブに荷物を渡しますか。あんたに荷物だよ。そうか。え、手間をかけたな。荷物？なんかもらってたっけ。うん、また集まってしまったか。たまたまなんだけど。なんか集めてんの？ん？興味あるかい？お、ドッグタグが普段ハンターが身につけているものだよ。名前とか書かれてるやつだよね。集まっちまったってことは、ハンターは危険な仕事だからな。あ、命を落とせば帰還できるのはこれだけ。死んじゃったハンターのドッグタグか。遺族に渡すんだよ。なるほどね。今もちょうどこの辺を探そうとしていたところだ。過酷だね。君たちもし近くでドッグタグを見つけたら、うん、俺のところに届けてくれないか。いい。まあ、わかった。話によるとこの近くに一つあるみたいでね。おう、ここの情報屋にも話を聞いてみてくれ。帰らぬハンター、周辺の情報を集める。これクエスト大変そうだね。犬がいる。話す。常に情報を得るようハンターたちに教えている、うん、はい。ドッグタグか。ドッグタグね。遺族の思いを考えれば回収してやりたいが。そうだね。情報屋、あ、レストランか。レストランに行けば情報がもらえるはず。あ、座る。あー、しんど。案外、骨が折れたな。はい、取りまーす。ちゃんと取ってくれてるのかな。いい感じ。体験版でここに座ったとき写真なかったんだよね。ショップ、ショップはいいや。あ、ラジオ、ラジオ。旅の宿はお決まりですか。極上。フローズネストにようこそ。極上クオリティの宿かな。食べていかれますか。情報、あ、
あれがドッグタグかな？帰らぬハンター。ドッグタグを探す。アイテムは？お。お。かなり、もらえたな。討伐以来。手に自信はありますか？自中中の依頼がありますが。まあいいかな。助かります。あ、これゴブリン？いや、しない。よろしくお願いします。はい。待機はしない。この中にもなんかアイテム落ちてないかな。これなんだ。リードの山々に生まれた天然水ジェッティーズ。暑い日にはいいんだよな。アイテムっていうかただのポスターでしたね。何してんだノクト。いえ何もしてない。ゲーム。あ、ピンボール。10ギロ支払ってピンボール。へえ。おお、こんなのあったんだ。気づかなかった。行くぜ、ジャスティス。バハムート。ん？アタック？ほう。え？何が起こってるの？チャージアタック。何が起こってる？お。なるほど。モンスターチェンジ。なんだ？遊び方がよくわかんない。お？ボス！ほう、モンスターアクティブスキルってなんだろう。使えるのかな？ええ、どういうこと？スキル、スキル。あ、これでなんかモンスターチェンジしたっぽい。え。ああ。どういうこと？アタック。こういうこと？え？難しくない？意外と。何が起こってるのか全く理解できない。あ、え？まだあるの？これどれだけあるの？ほうほうほう。え？ねえ、これって何なんだろう。新作か何かできるのかな。どのタイミングでやめればいいのかわからない。お、今のでスキル使ったのかな。え、なになになに。あれ、モンスターチェンジできないのかな。ん、これでチェンジ。アタック。わ、またボス。てか音楽がなんか激しいね。スキル使えないのかな。ん？あ、これって近づかないとあんまり意味ないのかな、押しても。いや。おー、チェンジできないかな？あ、こっちに変えてみよう。やっとなんか分かってきた。終わり？ステージクリア。もうやめていい？ゲームを終了します。ジャスティス。ポーション。アイテムもらえるんですね。何するんだっけ？とりあえずデイブのためにドッグタグを一つ探しに行こうかなと思います。おい、プロンプト、行くぞ。車で走ってもあんまり変わらなそうなので、ちょっと走っていこうかな。戻るときだけその、あれを使おう。ファストトラベル。ドッグタグを拾う場所で、なんか出てくるんじゃないの？もしかして。敵がね。これか。お。これだ。今度は何？ん？
何が？お、うん、入手したよね。あ、ちょうど近くになんか食材がある。スイートペッパー。デイブ先輩、ハンターの強さは腕次第だと思われがちだが、己の能力を知り無理をしない人間が一番強いんだ。拾ったよ。この前は直接礼を言えずすまなかった。ドッグタグを拾ったんですが渡せない。なぜ？これを選択してからじゃないといけないのかな。この前は直接礼を言えずすまなかった。あ、うん、もう一つ目標があったのかな。それを見逃していたということかもしれない。確かこっちに。ん？お、なんか出てきた敵出てきちゃったよ。凍鉄アップシフトしておこう。フラディオ、おお、マーク使おうかな。イグニスの。よし。ほい。結構多いな、数が。この敵、後ろに回り込むのが難しい。おい。終わった。無事に済んだな。これでタグ回収すればいいの？ここだ。お、あ、ディーブにかけたドッグタグを届ける。これでやっとクリアですね。はい。見つけてきてくれたんだな。ありがとう。うん。いや、ただ拾っただけだし。あまり暗く考えないようにな。優しいな。難しいか。俺もつい。いろいろと考えてしまうよ。これを回収する意味は重くて大きい。だが、ね、それで手を止めてしまったら回収できない分が増えてしまうんだ。それもまた苦しいからね。なるほど。そうだな。ハンターたちにもそう教えている。見つけたら積極的に回収してくれとね。なんか切ないクエストですね。なんかね、まあ、クリアできてよかったです。ハイポーションなんかももらえたし。まあ、次はメインストーリー進めようかな。まあ、クエストの目的からで、ああ、ついでに寄っていけるから、これ、やってから、行こうかな。ガーディナの、ガーディナ渡船場に向かう。次のニュースです。ルナフレーラ様が、停戦協定についての、ご自身の声明を発表されました。この度は、停戦協定の締結が決まり大変嬉しく思っています。そして皆さんご存知の通り、私は婚約のお話をいただきました。止めてしまった。カンナギの務めをどう果たしていくのか心配する声が多くあると聞いていますが、結婚を境にちゃんと降りても聞けるんだね。これ変わることはありません。よかった。よくできてるね。私は皆さんの住む地を訪れ祈りを捧げていきます。ルナフレーナ様は結婚式のため近くテネブライを出発されるとのことで、式を終えられるまでの間カンナギの公式な訪問は一時的に中止されます。え、協定で。ああ、そこで決まったんだ。平和の象徴ってやつだな。ん、この付近に生息する討伐大衆は日中には出現しません。あ、半分。だからさっき政略的な結婚じゃ待ってないとダメだって言われたんだ。ルナフレーナ様も望まれてのことらしい。新郎も文句はねえんだろ。あ、なにそれ、テレ。はあ？意外と可愛いところもあるんですね。先にこっち行きますか。初めての。あ、ガーディナ渡船場に向かう。これ結構移動が結構大変っていうか、時間がまあまあそこそこ
の時間がかかりますね。1キロ以上も離れてたので、まあ当然かなとは思うんですけども、この乗り方大丈夫かな怖いな、自分ならできない。 海見えた。あ、海マジだ。ガーデナと船場だな。すごいテンション上がってる。泳ぎたくなるな。後ろなんかすげえ変な山。山、あれは島だ。山とか島とかはいいから、リゾート地だよ。あれが柔らかいベッドとマッサージ。あれ島なの？あれかな。うん、多分あれのことを言ってるんだと思う。楽しみだな。お、ようやく着いた。来ましたね、ちゃんとちゃんとパーキングもするっていう。夜だとすげえ綺麗だな。抜かりないね。オルティシエだともっと美しいそうだ。やっと着いた。これはフルーレ系霊嬢ルナフレーナ様の結婚デッドレスデザインをビビアン・ウエストウッドが担当。結婚式の記事か。ルナフレーナ様のドレスだって、これって実際にあるブランドの名前ですよね。お相手も気が引き締まんだろう。有名だから一応聞いたことはあるんだけど。綺麗だろうな。お、なんかあるだろうなと思ったらやっぱりあった。オルティシエの中でも格式の高い店らしい。そうなんだ。そうなると料理もだいぶ凝ってんだろうな。食えるもんがありゃいいけど。分解して散らかすなよ。お、リア充だ。オルティシエって魚がうまいとっけ。妨害、妨害。ここもだいぶ有名らしいな。妨害する。魚のノロク。そういう問題じゃない。あ、ここの魚も食べたいね。顔が死んでるな。釣ってそのまま食いてえな。完全にお遊び気分じゃねえか。どんな美女と水遊びしてるのかと思ったら、ここには船に乗るために来たんだ。顔が死んでる人でした。お、これはショップか。おお、なんかすごい礼儀正しい人だ。いらない。またお待ちしております。ショップ見てる時のノクティスのなんか手の位置がなんかお姉って感じお姉って感じするんだけど、これを思ったのは私だけではないはず。あ、落ちてる。なんか金属のかけら。カメラマンか。ここまでワープできないのはちょっと大変だよね。残念なお知らせ。うさんくさい男。はあ、ヒロシ。船乗りに来たんでしょ。そうだけど。うん、出てないってさ。なんだあんた。待つの嫌なんだよね。帰ろうかって思って。停戦の影響かな。停戦記念にコインでも出たのな。え、マジで。出ねえよそれ。お小遣い。は？おい、あんた何なんだ。見ての通りの一般人。怪しすぎるどう見ても一般人じゃないから。船が出てないって本当かな。ただのヒロシでした。そんなはずはないと思うが。ま、行って確認してみようぜ。うん、本当に綺麗ね。ほう、この辺りにアイテムないのかな。ないか。あ、あるじゃん。え、なんか言うの。いい匂い。あ、金属のかけらあったね。こっち側にはないのかな。確認。強いだけでは時代遅れ。自分磨きに目覚めよう。男性にもおすすめ。ガーディナ式マッサージ。全然気になんねえし。宿泊。面白そうじゃね。宿泊地か。じゃあお前が行けよ。俺は磨く必要ねえだろ。じゃあプロンプトな。この会話シュールすぎる。お越しくださいました。周辺情報だけとりあえず集めておきます。まあ、まず船の確認に。お、創世記六神の書。力持ちの巨人タイタン。もろしいな雷神ラム。優しき標人芝。気高き水神リヴァヤさん。誇り高き剣神バハムートと。
裏切り者の遠心イフリート、彼らが私たちの暮らすイオスの星をすべていました。見てママ、海がキラキラしてる。お、話してるね、なんか。お、クエストコンプリート。あー、船いないよ。なんで？なんででしょうね。お、オルティシエを出られないんだって。その筋の情報によると、急に帰省されたんだそうで。で、君らノクティス王子ご一行だろ。こんにちは、俺ディーノ。あ、俺新聞記者だからいろいろ知ってんの。高級車でハンター始めたのも知ってるし、お忍びだろ。記事にされたくないよな。な、ちょっと俺の話聞かない？腹立たしいな。聞く。じゃあ聞いてやる。します。はい。なあ、ノリいいじゃん。じゃ静かして。王子に対してこの態度はすごいな。怖いもの知らずなんだろうな。場所の印つけといたんで、原石取ってきて。これ、宝石の原石。代わりに船乗れるよう話しつけてやるよ。ダメなら王子の情報売っちゃう感じで。ということで、秘密の大化原石の採掘場に向かう。あ、魚だ。魚いるんだね。これで釣れるのかな。完全に王子って知ってたね。ですね。ま、あ、オルティシ。隠してもいなかったろ。新聞記者と言っていたな。乗船できるかはともかく、敵対はしたくない。まあそんな感じで。結構長くなってしまっているので、今回はここで一旦終了して、続きは次回お見せしようかなと思います。はい、ということで今後の展開がとても楽しみですが、攻略の方頑張っていこうと思います。ではここまでご視聴いただきありがとうございました。